皆さんこんにちはそれでは論文本試験解説企業法を始めます担当はレクセンリン講師の森村ですそれでは問題をご覧ください第一問の問題ですねまあ例年通りかなり長めの事例問題でしたで第一問は株式の分野から取材されまして問題一の論点が不当拒絶ですね形式は論点型の問題です で問題2が利益供与これも形式的には論点型の問題ということですね。なのでいつものように三部構成ですね問題提起規範定律そして当てはめ結論という形で答案構成をしていただくそういう問題ですでは問題の大事なところにいつものように、えー、マーカーを引いてますでバッテンついてるところはただ否定ってだけですね「種類株式発行会社ではない」のツです。では第一問 本題文をご覧くださいで高株式会社は株券発行会社である公開会社であり種類株式発行会社ではないと。で株券発行会社であるということは、えー、その株式の譲渡あるいは明確化手続きとの関係で、えー、そのお 株券発行会社ででであるかか否差が出てきますすそこはちょっと注意ですねで公開会社であり種類株式発行会社ではないということはこの公会社の株式は全株式譲渡自由ということですね。で平成29年1月末の時点で公会社の発行済み株式総数は200株でありそのうち A が100株 B が40株 C が30株その他の株主が30株を保有しているまた公会社の代表取締役は A 取締役は D および E であると。 B はと、B とと B B いうのはは現在株株持ってる株主ですね B は同年2月1日 C から公,株式公会社株式30株を株券の交付を受けて譲り受けた上でとで株券の交付を受けて譲り受けたというふうに書いてますから株式の上等手続きである127条128条は OK ということですね。なので B はこの時点で70株の株主になってます。 でその上で、高会社に対して適法に株主名簿の明確書を請求したとでこれも株券発行会社ですから C というのは、えー、共同で請求しなくてもですね、えー、C じゃない B ですね B は共同で請求しなくても明確書請求しなくても B は単独で明確書請求ができるということですつまりその辺のところは書かなくていいよということですね。でここれれに対ししははがが持ち株数をを増増やてて発言力を増すのは困ると考えてえーこれが名義 書き換えを放置した理由ですね DOB、e、とも相談の上 B の明確化請求を放置したとで、この B が株式数を増やして発言力を増すのは困ると考えたとで、これは何を言っているかというと明確化請求が適法な明確化請求があったときにそれを拒絶まあこの場合放置ですけども拒絶したとき拒絶放置したときにですねそれが不当拒絶になるのはどういう場合かというと3つしかないんですよね 1で一つが株権創出登録がなされている2つ目が譲渡制限株式であるで本文ではどちらも当てはまりませんよね。株権創出登録は下とも書いてないしそして譲渡制限株式ではないことは明らかですねなので3つ目のその自由としまして不当,拒絶と不当拒絶に当たらないためには無権利者の証明をしなきゃいけないわけですね。会社は B がが無権利者であるととといいいうここを証証明明ししなななきゃいけないところがその証明なしに 単にです、ね、B が持ち株数を増やして発言力を増すのは困ると考えて明確化を放置しているわけですからだから不京ですに当たるということですねここは一言書いていただきたいです。そのため、高会社の株の指名簿上 B の持ち株数は40株のままとなっていたとでその後、同年6月20日高会社は定時株主総会を開催して1株当たり1万円の上金配当を行うなどを決議したと。 この決議にについいいては特に貸しは特ないとというここですねでこの株主総会において B は初めて公会社の株主名簿上事故の持ち株数が40株のままとなっていることを知ったこの場合において次の問題1および問題2に答えなさいと。で問題一問題1は16行でしたね。なので問題2は14行ですね。 で問題1、公会社は本件株主総会決議に基づいて剰余金配当を行ったが B が受領した配当金は40万円であったとそこで B は公会社に対して事故が70株を保有する株主であると主張してとでまずこの主張が認められるかどうかですね。で何条の問題かとというと これは130条ののの明確化への効力の問題とということになってきますで原則論からすればですね B は株主名簿上の株主ではないわけですから40株,については40株については株主なんですけども C から譲り受けた30株分については株主ではないので70株を保有する株主であると主張することは原則できないはずですよね。 でその株主であると主張してさらに30万円の配当金の支払いを請求しただからその配当金の追加の支払い請求もできないはずですよね。でこの B の公何条の問題かと、まあ、論点型の問題ですからその解釈対象となる条文というのを問題提起の段階で明示しなきゃいけないそれが130条の問題ですよね。 でで条の要件を充足していないいななとだだからはは請求できないはずだただ本問の場合例外的に不当拒絶にあたるんじゃないかとで不当拒絶にあたった場合はどうなんだというの、ね、はこれ判例があるってところですよね。で問題2その後 B は A に不信感を抱き株主として A に攻撃的な行動を繰り返すに至ったために A は B を高会社から排除したいと考えるようになった。 A と B は交渉の結果公会社が B に200万円を贈与することを条件に B が A の伯父である F に公会社株式の全部を時価で譲渡することで合意したと。で公会社は約束通りに B に200万円を贈与し B は時価で公会社株式の全部を株権を交付して F に譲渡した。本件贈与は会社法第120条第1項が禁ずる利益の供与に該当するか。もう問題 文の中にですねどの条文使って問題提起しなさいというのは書いてあるわけですよねで、120条第1項という条文を見てみますといくつかの要件が要件を満たすことが必要になってくるわけですよねで、まあ条文有名な条文ですけどもまあ、条文を持ちの方は見ていただきたいんですが何人に対してもっていうのと財産上の利益の供与これについては特に問題文で問題になるような事例じゃありませんから簡単に認定すればいいわけですねで、問題なのは株主の権利の行使に関しに当たるかどうかですよね で株主の権利っていうのは例えば剰余金の配当請求権であるとかあるいは、えー、議決権であるとか質問権であるとかでそういったものが株主の権利なんですけれども、えー、自分の持っている株式を誰かに譲渡するという株式の譲渡自体は株主の権利行使それ自体は権利行使に当たらないわけですよね。ただ本文はただだ本は単にその株主権の権利のの利 株式を譲渡するというその行為に対してお金が払われてるんじゃなくてあくまでもその A は B を公害者から排除したいとつまり議決権等を行使しないように行使しないように株主権を行使しないようにそのためにお金を渡してるわけですよね。 だからそこのところはまあ判例の流れに従って書いてもらってもいいですし単に権利の行使というのは権利の不行使も含むんだというように簡単に処理してもらっても結構です。はい、では答案構成見ていきましょう でまあ、事例から問題提起ですので事、えー、事例例かからら条条条文文へでですすよねねで原則論としましては、えー、明確化をしていなければ、えー、その自分が株主であるという主張はできないはずなんですけれども、えー、本文ではこの明確化の放置が不当拒絶にあたるんだとここはしっかり論証してください。 でその上で規範定律はいつものようにこれはこうとか押すとか A とか B は書いちゃだめっていうことですよね、えー、純粋にこの130条のその、えー、解釈を条文解釈をしていくということになります。 でまずは原則論として明確化をしていなければ明確化が罰であれば権利行使できないのが原則なんですけども結論この場合不当拒絶の場合には明確化なくして権利行使ができるこれが判例の考え方ですよねでそれを株主名簿制度の趣旨から書いていってもらえばいいと思います株株式会株,株主名簿制度の趣旨というのは株式会社と株主の関係を集団的に処理するという株式会社の事務処理上の便宜なんだと要するにいちいち その人が権利者であるかどうかというのを確定しなくても確認しなくても株主名簿通りに扱っていればそれでその事務処理ができるというそういう会社の便宜なんですよね。ということは名義書き換え請求というのがそれが適正に処理されていると。 適正に明確といいいううものがなされているということとがこ、えー、この前提になっているわけですところが本文のように株式会社というのがですね適法な明確化請求に対してそれを不当に拒絶しておきながらその株主の権利に応じないと株主名簿上の株主でないじゃないかと、えー、いうことを理由に株主の権利行使に応じないそれが審議則に反するというその流れですよね。であとは当てはめ結論でまたこうつ AB を出してもらえばいいってことですよね。 で問問題題に行きましょう問題2今度は、えー、これもまあ事例問題ですので事例から条文へとでも条文はどの条文使うかっていうのは問題文に書いてくれてますからね120条1項ですねとそれであとはその、えー、120条1項見ればですね何人に対してもって要件が。 で財産上の利益の供与っていう要件これも簡単に認定してもらえばいいですよね。で大問題なのは株主の権利の行使に関しっていうところが問題になるだからそこが規範定律解釈の対象になるわけですよね。そうすると株式の譲渡というのは別に譲渡権なんてものはないですからね。譲渡は自由であっても 株式の譲渡というものを会社に対して請求するようなものでもないですからだから株主の権利行使に関してに当たらないということですよねただしさあここからですよね株主の株主権の行使を回避する目的でつまりその株主を会社から追い出すという目的で、えー、その株式の譲渡に対してお金が支払われるならばそれは株主の権利の行使に関してに当たりますよっていうのが判例ですということですね でこの判例というのはそ,のそこまで知らなかった人のがほとんどだと思いますのでここまでしっかり書ける必要は特になくてですねこの点についてはさっきも言いましたように権利の不行使も権利を行使できなくするために金を払うとそれも利益供与にあたるんだというその流れで書いてもらえばいいです。あととははは当ててめ結論でででここう打つ AB を出してもらえばいいっていうことですねでは回答をご覧くださいで 鍵括弧はまあいつも問問題題提提起起とししててをでまあいつものことですけども縦1がこれが問題提起のブロックですねで縦2が規範定率のブロックで縦3が当てはめ結論ということになってます。でこの問題はですね、まあ、やたら問題提起がでかいんですよ。でこれはなぜかというと使う条文130条なんですけども130条のですね 例外を聞いてるわけですよね例外を聞いてる名義書き換会の不当拒絶であるという例外を聞いてますので原則論を書かなきゃいけないですよね。なので原則として株主名簿の明確書会が配当金受領するために必要だから本来は B は受け取れないように請求できないように見えると明確化請求を明確書きえはされてないのでね見えるとただしその明確化請求の放置というのがですねここに書いてますように B が無権利者であることを立証しているわけではない。ここですよね。ポイントはここです。無権利者であることを立証しているわけではないので、その放置が不当拒絶に当たるということですね。で、なので不当拒絶ですから、えー、その場合に百二百三十条の原則通りの適用になるのかというと、そうはならないと。ここからが規範定立部分ですよね。で、山括弧山括号は理由を示してます、えー。反する、すみません、理由のこれが閉じてなかったですね。ここまでが理由付けです。 で130条1項の趣旨というのは株主保護のためでも控除を定めたものでもなくて単なる株式会社と株主との関係を集団的に処理する株式会社の事務処理上の便宜のために過ぎないんだとなので、えー、そのような制度というのはですね会社の便宜のための制度というのは明確化が適正になされていることが前提になっていると。にもかかわらず株式会社が自ら義務違反をしておきながら あなた株主名簿上の株主じゃないじゃないということで、えー、それを理由に株主の権利行使を拒むのはそれが審議則に反すするわけですね不当拒絶をしたから審議則に反するんじゃなくて不当拒絶をしておきながら名簿上の株主じゃないじゃないかといって株主の権利行使を拒むその2つの行為がそれが審議則に反するということになります。でしたがってて結論は名義書き換えなくしてですね、えー この場合には株式会社に対して株主の地位を主張することができ株主としての権利を行使することができるちょっと周りくどいような表現ですけどもこれも判例そのままなんですよねであとは結論として本文に当てはめて B は子会社に対して30株についても配当金の支払いを請求することができますよでいいわけですね。はい、で次が問題の2ですね。えー、問題2 これはまあ120条1項の問題であるということを問題提起でしっかり条文出してもらいますそうすると何人に対しても財産上の利益の供与ここはさっき言ったようにまあ簡単に認定してもらえばいいわけですねで問題になるのは株主の権利の行使に関しですよということになります。でさっっき言言たように株株式のの譲渡自体はは主権の行使ととえないと ただ本文のように株主の権利を行使することを回避する目的でつまり権利,権利の不行使ですねそれを目指してお金を渡しているということはそれは株主の権利の行使に関して利益を供与したということに他ならないんですよということです。だから問題になんていうのは大事なところ書かなきゃいけないところをですねマークしちゃうとたったこれだけなんですよ。 あとは問題文使って事例使ってその問題提起をして当てはめをするっていうことで済むわけですから別にこれ判例知らなきゃですねあの知らないで単にその権利の不公私も公私に当たるっていうところだけ書いてもらえばですねそれでまあ基本的に書かなきゃいけないことは書いてるってことになるんですけどね。はい、でこの第1問に関してですけれども解説を見ていただきますとまあ当てたっていう話ですね。 えっと第問題1の明確化の不当拒絶については論文グレードアップ答弁の第6回の第1問の問い1これこの後移しますけれどもそれでまあ問題を出していいるととうことですねで問題2の利益供与に関してもこれもまあジャノメミシンという事件という、まあ、判例があってその判例の事例、まあえー、ぴったりではないんですけどねそれを題材に作ったんでしょうけれどもそれについても、えー、理論問題集の45問で。 利益はででも出してるんですけど、ねえー、まあさっき言いましたように権利の行使のみならず権利の不行使に関して利益を共有したこともこれに含まれるとこれとさえ書いてもらえればそれでまあ十分だと思いますでは具体的にですねどの程度当たってるかというのを見ていただきますとまず問題1のですねこれがその論文グレードアップ当連の第6回第1問ってやつですね。 おいでそでの問題これが明確学会の不当拒絶なんですけれどもまあこんな感じですまあ B まで同じっていうあんまり意味ないですかね B が明確学会請求したんだけれども B の会社に対する発言権の増大を警戒して似てますよね明確学会を拒絶したとだから不当な拒絶なんですねと。で B はこの当連の問題では議決権を行使することができるかっていう問題だったわけですけどもまあそこのところは 別に株主の権利でであればですね、えー、何であっても簡単に認定してもらえばいいから、まあ、基本的に同じですよね。でこれについての答案構成がさっきの本試験の答案構成と基本的に同じですよね。同じ。それはまあ同じですよね、まあ、コピペしたんですからね、まあ、それぐらい当たってたってことなんですけどね。ああ似てるなっていうふうに思っていただければ幸いですね。 で回答も実は同じなんですねこれがその当連の回答なんですけども問題2ですね問題提起も同じですよね結局130条の問題ですねと130条の問題ですねとで B が無権利者であることを立証しているわけじゃないから不当拒絶ですねとであとはその規案定律に移って130条1項の制度趣旨から、えー、その不当拒絶して起しておきながら 株主の権利行使に応じないことは審議則に反するとでこの後にあの本試験の回答では、えー、っともう一行加わってましたよね、えー、っと株主名簿上の株主でないことを理由にっていうふうに、えー、ここに、えー、株主株式会社が自ら義務違反をしておきながらとその後に 株主名簿上の株主でないことを理由にっていうのが一文入ってましたけどこれ実は当連の解説でね当連の解説講義でそれをこれは入れといた方がいいですよっていうんでここに入れてたんですよねなのでえーこの文章上はですね文面上入ってないですけどここは実は入ってるんですえ本試験の回答と同じようになってますねっていうことですよねであとはあえっとその結論で最後に当てはめ結論を書いてもらえばいいですよね似てるでしょ というかまあこれをそのまま本試験の回答に流用してるわけですからそれはまあ似てますけどね。はいということです。で、えー、問題2の方第1問の問題2の方は今度はロングレの利益供与ですけどもロングレの連のですね第7回の第2問で、えー、やはり取材はしてます。こんな感じですね こちらはですね大株主に対して Y 社の経営陣に賛同することを働きかけるようにということですから結局、これについては議決権の行使について、えー、そのまあ反対しないようにという、まあ、いわゆる安定株主化工作ですよね、えー、それを成したことに対して1000万円支払っているということなんですけれども、まあ、これも基本的には使う条文も同じなんですよね。でそれを見ていただきますと問2の 当案構成がこんな感じですよね120条の問題で何人に対しても利益の供与そして株主の権利行使に関しっていうここですよねここはだから、えー、本試験の場合には、えー、その権利を行使させないようにっていうことですけどもこの問題は安定株主工作、まあ、これはいろんなものが出てきますからねで回答,回答もですね回答も東連の回答もほら似てるでしょっていうところですよね 120条で何人に対しても利益の供与株主の権利の行使に関してですよね。で特にこの株主の権利の行使に関してっていうところが本問でも問題になりますよっていうそこも同じですよね。はいでは、えー、続いて第2問です。あ第2問じゃないや 第一問のでその理論問題集ロングレ・講座の講義の方で使ってる理論問題集の第45問ですね。でこの場合株主総会における質問権の行使により取締役へのスキャンダルを暴露しようとしているとそれをやめさせるようここですよね権利の不行使について現金1,000万円と。でこの権利の不行使っていうところがえー こここれも講義の中でででお配りしたやつすすねここですよねよ何人に対しても権利の株主の権利の行使に関してその権利の行使これは不行使も含まれますよというこの話ですよね。でそれさえ書いてもらえばこの本試験でもそれで OK なんですよねここですね。権利の行使には権利の不行使に関して利益を共有することも含まれると。 だからその究極版が結局株主としてもう追い出しちゃうと株主でなくしてしまおうってことなのでそれ結局株式の譲渡ですからね、えー、これを書いてもらえばそれで OK ですということですねはいでは、えー、第2問いきましょう第2問もまあ割と長めの事例問題ですよね では問題文を読んでいますあまず機関からの取材ですね機関の分野からで問題1が内部統制義務の話ですこれ論点型の問題で問題2はいわゆる多重代表訴訟特定責任追及の訴えと言われているものでこれは制度説明型の問題ですねでは問題文見ていきましょう 大塚株式会社は公開会社かつ大会社であり公開会社ですから取締役会設置会社ですねで大会社ですので内部,内部統制システムを構築しなきゃいけないということになりますそして取締役会設置会社である場合にはその内部統制システムについては取締役会の決議によって概略を定めなきゃいけないということになっていますそして監査役会を設置しているこれはあの単に委員会系の会社ではないですよということを言ってるだけですね オッツ会社は、弊株式会社の発行済み株式の全部を保有しており、弊会社の最終完全親会社等に当たると。これもあの言葉出してくれてますから、認定不要なわけですよね。で最終完全親会社等ということなので、問題二の。この問題は、八百四十七条の三の問題なんだっていうことが、もうここでそのヒントを書いてくれてますよね。でオッツ会社の取締役は、A、AB および C 以下、A らとするという三名であるというふうに書いています。 でつまり ABC3 人この会社取締役会設置会社ですから、えー、その取締役がいますところが誰が大取りあるいは誰が選定業務執行取締役とかいうのは書いてないんですよ。単なる A らっていうふうに一括りで書いてあるってことは結局その大取りも平取りもまとめてまとめて書きなさいということなのでこの内部統制義務について書くときにはです、ね、これは要するに A も B も C も3人とも取締役会の構成員であると。 で取締役会の構成員としての立場で内部統制義務の構築についてどのような個別的な義務を負うかというところを書いてくださいということですよね。で段落あ変わりまして、えー、A ラは「<laughs> 弊害者を含むオツ会社の子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備について」とていうふうに書いていますで。これ実は平成26年の改正点なんですよね。 平成26年の改正点で、えー、これはまあ改正後の、ね、362条4項6号362条4項6号がこういう書き方になったわけですけども以前はその会社法施行規則の方にその子会社あ云々の話はそこに書いてあったんですけどそれが格上げになりまして現行法では362条4項6号にこれもほぼそのまんま。 の表現として子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備という言葉が出てきますので。なのでこれはもう、その三百六十二条だけ使ってもらえばいいですよと。要するに、会社法施行規則のことは書かなくてもいいよっていうそういうような、まあ。これもヒントなんでしょうね。で、その体制の整備について一切協議することなく、また各自で。必要な対応を取ることもせず。そして弊害者の代表取締役 D. に弊害者の経営を任せきりにしていたと。 で要するにまあこれでダメを押す形で本問では体制整備義務その内部統制義務にはです、ね、ご存じのように体制整備義務とその運用義務というのがあるんですけども運用義務を書くまでもなくそこ,にそこを書かなくていいよと体制整備義務だけで義務違反があるよということを認定できますよというので事例をしっかり書いててくれてますでその結果ですその結果という言葉が出てきたらこれ因果関係を表しているなと。弊害者においては その取締役の職務の執行にかかる事項の乙会社への報告に関する体制および弊害者の損失の危機器の管理に関する体制が講じられていなかったそのため乙会社は弊害者の業務執行状況を確保することが把握することができずこれに乗じて D は D っていうのはこの弊害者の代表取締役ですね弊害者の代表取締役 D は、えー、ずさんな見通しのもと高リスクの金融取引を投機目的でかつ独断で行ったと。 まあ、とにかくこれは悪いことしてますよってことがしっかり書いてあるわけですね、えー、この取代表取締役 D は弊害者に対して423条の責任を負うっていうことですね423条の責任を負いますよってことが明確にしてあるわけですでえー、で本件取引によりですね本件取引により、えー、本件取引どこだここですね、えー、本件取引によりですね本件取引により 本件取引により弊害者に5億円の損失が生じ伯父会社にも弊害者株式の評価損として同額の損失が生じたとでこのわざわざ伯父会社に同額の損失が生じたっていうそういう問題文があるのはです、ね、これはあの問題2で,で,、ね、で847条の3という条文の1項2号で消極的要件としてそのこういう場合にはです、ね、他の要件を満たしていてもその 代表訴訟のです、ね、特定、えー、責任追及の訴えの提訴ができませんよっていう要件そういう消極的な要件として847条の3の1項2号に規定があるもんですから、まあ、だからこれはまあそこは書かなくてもいいよっていうサインなのかもしれないんですけどねそこは消極的要件なのでだってこの事例のこの文言書いとかないと。 そこのとこについていろいろかなり行数使って書かなきゃいけないのでそれを防ぐためにまあこれ書いてあるんでしょうけどもまあもちろん回答例では一言その要件についても触れてはいます。で「オ、えー、会社にも株式会社の評価損、えーえー、失礼オツ会社にも弊会社株式の評価損」として同額の損失が生じたとでその後本件取引を行った時点において「オツ会社が保有する弊会社株式の帳簿価格は10億円で あありオツ会社の総資産額は30億円であると要するにこれは、えー、とその総資産額オツ会社の総資産額のですね5分の1を超えてるっていうことですよねそれがはっきり表されてますのでこれもまあ認定しちゃえばいいですよと解釈いりませんよって話ですね。で段落変わって E は本件取引の2年前から2年前ってことは当然6ヶ月以上株式持ってますね引き続きオツ会社の総株主の議決権の100分の3の 議決権を有する株主であると100分の3持っているということですからえー、っとこれも保有要件も問題ないですよね。で問題1イラの「オツ会社」に対する会社法上の損害賠償責任の有無について説明しなさいと。でイラっていうのはオツ会社の取締役ですからその損害賠償責任の有無はもうこれもいつも同じ。 晩書、えー、を、えー、お出ししてますけれども423条1項の話ですねと423条1項の要件としてはまず取締役の違法行為から違法行為ですねそこから会社に損害が発生してそして行為と損害との間に因果関係があることですねとそして本問においては損害が発生していることはこれ。 えー、オツ会社に損害が発生していることは問題文から明らかですねと因果関係についてもその結果って書いてあるから明らかですねとそうするといつものように取締役の行為が問題になるんですよね取締役の違法行為がで取締役の違法行為のうち、えー、行為過失についてはまあこれ認定しちゃえばいいわけですからこれもいつものように任務たい責任が任務たいがあったかどうかで任務たいがあったかどうかっていうのは結局法令違反なんですよね。 この法令とは何条なのかっていうところが、まあ、これもいつものパターンですけどもしっかり解釈しなきゃいけないわけですよ。で聞かれてるのはですねこれ内部統制義務なんですけれども内部統制義務に関しては362条の4項6号であるいは代替者については、えー、それを 定めなきゃいけないと取締役会決議において定めなきゃいけないっていうんで、これ取締役会の義務なんですよね。取締役会の義務で聞かれているのはあくまでもエーラというエーラという取締役の責任を聞かれているわけですよね。損害賠償責任を。なのでこの三百六十九条四項六号五項だけ書いただけじゃダメで、これをこれ取締役会の義務ですから書いておいた方がいいかな。これがですねこれは取締役会の義務。 なのでこれを取締役の義務に落としてこなきゃいけないですね下ろしてこなきゃいけないそれが何かというと362条1項っていうのを書かなきゃいけないんですよねこれで全ての取締役は平だ郎が大取だろうがです、ね、取締役会の構成員ですからだから取締役会の義務ということはここの取締役の義務でもあると、というのを書かなきゃいけないですね まあ,あの取締役の取締役会のですね監督義務とその取締役総合の監視義務と同じ関係ですよ。監監視視義義務務取締役総合のというのは条文に書いてないでしょう。あれは取締役会が362条4項4項でしたっけ2項でしたっけ、えー、そこでですね取締役会の義務として取締役会の義務としてですねえー、っと その取締役を監督しなきゃいけないっていうのが書いてあるんですよね。えー、362条の2項ですね2項で取締役の職務の執行の監督っていうのが2号で書いてあるとそうするとそれって誰がやるのかっていえばそれは取締役会っていうのは会議体なわけですからその構成員が相互に監視義務を負うっていうあの流れと同じですよね。なので条文上は取締役会の義務しかも構築義務しか書いてないので。 でそれについて個々の取締役は何をすするかっていうことこですよねだからもっとこれ細かく言いますと、えっと、もしこれがね本文がねその単に「A」なんて書き方じゃなくて A が代表取締役で B が選定業務執行取締役で H が平野取締役であるというようなことがもし問題文に書いてあったら。 書いてあったら取締役会で内部統制義務については大枠を定めます。けれども、その大枠。これは決議しなきゃいけないんですね。ただ、具体的にその例えば使用人がどういうような。その会議したときはどういうような、その稟議を挙げて何とかとかいうようなことをですね。その細かい社内規定というものは当然代表取締役、あるいは選定業務執行取締役がその事故の業務執行として会社の業務執行としてそれを具体的に定めるわけですよね。 なので平野取締役は取締役会の構成員として構築義務を負っていると取締役会に出席してそこで話し合って決定するって構築義務を負っているとで具体的に代表取締役や選定業務執行取締役はそれぞれその事故の職務として会社の業務を執行するということでそれを具体的に作る義務を負っているというふうに分けていかないきゃいけないですけどもそれ書いていると多分それも行数ずいぶん取っちゃいますのでねで問題文は A ラってしたってことはそういうことですよよねここだけ書いいいいててもらえばいいよっていうそういうことですねであと行為過失については えこれだけあのちょっと異質なところがあって行為過失については自分が無過失であるということを取締役側でえ主張立証しなきゃいけないってことですよね主張はいらないか立証しなきゃいけないわけですよねえなのでこれだけはちょっといつものように書き方ちょっと変えましょうということですね。なので結局まあこれもよくある話ですけども会社に損害と因果関係は認定しちゃってあと取締役の行為は任務下で何が任務受けたいにあたるかどの法令に違反するかを書いてもらってであとは最後に 取締役が無過失を証明できない限り責任を負うっていうそういうパターンで書いてもらえばいいですよね。これが問題1ですねで問題2今度は D が D というのは弊害者の代表取締役ですね弊害者に対して会社法上の損害賠償責任を負うことを前提にということなのでこの損害賠償責任っていうのは423条1項ですよね423条1項でその D がその当該弊害者。 まあだから親子会社関係でいうと子会社に対して責任を負っているとでその子会社に対するこの責任子会社に対するその責任 D の責任を E が追及する E って何,か何だったかというと親会社の株主なんですよね。親会社の株主ってことは、えー、どういうことかといいますとこういうことですよね、えー、っとまず、えー、オツ会社があってですね で会社には取締役 A らがいると A らがいると。で、えー、この A らについてはですね、えー、とそのさっき問題1で見たようにこの人は、えー、とその義,務を義務違反を課してるとなので問題1は単に423条1項のこの問題ですねということですね。で問題2がちょっと複雑になりましてでこの放置した結果ですね弊会社にこの代表取締役 D が, D が損失を被らせてしまったと。 でこの損失についてだから当然弊害者は代表取締役 D に対して423条1項の責任を追及することができるわけですけども損害賠償債権持ってるわけですけども、えー、それをお怠るとその追及を怠るで怠る場合に備えてですねもちろん847条という条文でこの,の「おつ会社」は「弊害者」の「おつ会社」は「弊害者」の株主ですからおつ会社がこの、えー、このこの 条を請求するるここともこれもれでできるわけですよね、えー、本来だったらこれ「オツ会社」というのはえこれ弊会社の株主ですからだから「オツ会社」がですね「オツ会社」がここを請求できるのはこれが847条ですね四十七条。ところがこれえ完全親子会社関係にあるわけですから。 え最終完全親会社なのでこの「オツ会社」には「オツ会社」にはあ失礼会それは「ですね弊会社」には「ツ会社」以外の株主がいないなわけですよそうするとこの取締役との間で癒着があるとですねえその他に「オツ会社」「オツ会社」のですねえとそのおこの監督といいましょうか「オツ会社」を代表して代表訴訟を提起してくれる株主が この会社社にには以外いいないわけですねそこで平成26年の改正でその場合にはさらに「オツ会社」のつまり完全最終完全親会社の株主がえここですよね株主が423条1項の責任を追及できるというそういう制度を設けたというのがこの847条の3ということですよね。 でこれはまあ制度説明型問題ですのであとはですねその、えー、条文までたどり着ければ、えー、実はその条文を、えー、拾っていけばですねそれでもう十分回答になるっていうそういうい問題なんですけどねはいでは、えー、答案構成を見ていきましょうでこれも証文の1問題1の方はですねこれは、えー、と論点型の問題ですので問題提起はいつものように事例から。 こう税 B からですね。えっ、ー、とその423条1項という条文に持ってきます。で、条文に持ってくるとさっき言ったように任務形態が問題になります。任務形態ってのは法令違反です。で、何条の問題ですか？というと、これがえー、362条4項6号あるいは5項の問題になるわけですねと。ところがさっき言いましたように、これはあくまでも取締役会の義務なんですよね。なので、これを取締役の義務に下ろしてこなきゃいけない。それは結局何かというと、取締役は取締役会の構成員ですね。というこの条文ですよね。この条文です。 なので個々の取締役も体制整備義務を負っているということです。で態勢整備義務を本文ではそれに、えー、違反してますねっていうことを書いてもらえばいいです。そしてその後のですね全館注意義務についてはこれは当連の解説でもお話してますけどもあの書かなくてもいいんですよ。別に全館注意義務違反の問題にする説と単にも 体制整備義務違反ということでそこまでに止めとく説がありますのでこれどっちで書いてもらってもいいですよということですねで。あと当てはめ結論でさっき見たその423条の要件として法令違反損害因果関係で昔の証明がなされなかったことっていうそこを書いてもらえばいいですよね。で次問題2これは制度説明型の問題ですので条文を探していただいてその条文ですね まあ趣旨を簡単に書ければ書いてもらいましょうということでこれは親会社株主の権限強化っていうところまあそれだけ一言書いてもらえばそれでいいと思います。であとはですねこの847条の3の1個2個はまあいらないんでね1個で4個ですねで1個2項で1個柱書きであとえここも書かなくていいんですけども7個9個。 この辺りをその条文全部これ847条の3ですからね、えー、そこのところで条文拾ってもらえれば条文拾ってもらえればそれで OK ということですで回答を見ておきましょう <laughs>、えー、問題1は423条1項の問題ですねということですね。 で本文では内部統制義務違反の問題としておいでえさっき言ったようにこれは取締役会の義務ですねとでただ全ての取締役は取締役会の構成員ですから構成員としてその取締役会の場で内部統制についてちゃんと構築する義務を負ってますよっていうことですねでここまででいいんですここまでの体制整備義務で OK でこれ当連でも話してましたけどももしこれがですねその 経営判断の原則とかが絡んできた場合には全館注意義務を出しておいた方が書きやすいのでこれも当連で書いておきましたけどもこれもまあ,あの格好の中に入れてもらって書かなくてもいいですよっていうことですね。でまあいつものようにこの規安定率の部分ではこうとか押すとか A とか B は出さないと。それで、えー、さんの おおその当てはめ結論の部分ではまたこうとかをとか A とか B とかを出してくる要するに事例ですよね事例から拾ってくればここのところは別に何の知識がなくてもそのまま書けるっていうことですねあ似て、えー、しておけばいいわけですからねはいこれに対して問題二の方は問題二の方はですねこれあの回答はあ,あのウェブにアップされてますよね。えー で問題2の方はですね特定責任追及の訴え、まあ、いわゆる多重代表訴訟という条の3ですよねここまで来て,来てもらえばいいわけですよ。そしたらあとはあとはですね、えー、と要件を見てもらいますとあの当案構成でこの要件ここに1提訴権者、2最終完全親会社で3特定責任 で丸4で最終完全親会社にも消極的要件として損害がなければ訴えることできませんよとでそれに合わせる形でですね、えー、っとこれでいくとまず、えー、ここですね「いいわ」っていうのはこれがその低所権者の要件ですよね。これで最終完全親会社についてはもう問題文でそのままずばり書いてますからただ単に最終完全親会社であるって書いてもらえばいいですねそして特定責任の要件をここでこう書いてもらいまして。 あとは消極的要件としてオツ会社にも損害があることっていうことですよね。まあ、これはどの順番で書いいいててももらってもいいです,です、ねで。あと縦算としましてでこのような要件を満たしたらどう,どうするどうなるかというと提訴権者である株主 E というのは弊会社に直接提訴請求をすると。 でもしその60日以内に訴えが提起されない場合には自ら訴え提起することもできますよあるいは回復することができない損害が発生するような場合だったら直ちに、えー、特定責任につ訴えを訴えを提起することができますよというふうに書いてもらえばいいわけですよね。でこれもですね、えー、っと当連で問題1の方は、えー、よく似た問題出してるんですよ。かなりりそっくりです 内部統制義務違反の問題ですすねね内部統制義務違反で,す、ね、でこれ問題集の31問で論文グレードアップ答連の第7回の第1問ですね。でそこでは構築義務と運用義務両方とも出してますけどもここは構築義務だけでいいですねと。でこれがあの平成26年の改正点というのはここですね、まあ、現行法の条文になりましたよっていうだけです。 で問題には特定責任追及の訴えでこれは条文がありますからその条文までたどり着けばそこの文言を使って何とかなるっていうところをちょっと見ていきましょうでは、えー、とまずロングレ・トーレの7回目の第1問ですねで内部統制システムの構築について。 聞いたのはですね内部統制義務違反があるとして損害賠償を請求することができるかも同じですよね。ですよねここで,すよねで体制整備義務についてはこの362条4項6号に規定されている取締役会の義務を362条1項を使って個々の,の取締役の義務に下ろしていきましょうともう同じでしょ。 当連では運輸義務まで聞きましたけどこれは別に本問では本試験では出てないから聞かれてないから書く必要ないわけですよね。で回答例もまあ似てますよ、えー。これですよね。内部統制義務違反があるとして損害賠償請求を追及できるのかという423条の問題ですねとですよね。で3 6二条4項6号と5項の問題。でこれについては3百2 61条62条1項でここの取締役の義務に落としてくると同じでしょこれだって回答はいであとはその問いに問いにというか問題2のですね問題2の特定責任追及の訴えまで条文引け,引ければですねこの847条の3というところまでたどり着ければあとは えっとこの条文のですねこれマークしてあるとこだけをつなげてもらえば回答になるんですねまず提訴権者の要件提訴権者1番ですね提訴権者の要件としまして6ヶ月前から引き続き総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主これに当たりますよっていうことですよね。 これで次に最終完全親会社については問題文にあるからその言葉だけ持ってきてもらえばいいですよということですねそして特定責任については特定責任については4項で4項でそのまま書いてます特定責任とはもう定義で書いてますもんね当該株式会社の発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等に おける当該株式会社の株式の帳簿価額が当該最終完全親会社等の総資産額の5分の1を超える場合における当該発起人等の責任これでいいですよね持ってくればいいですよねそして4番目の今度は消極的要件としまして最終完全親会社等に損害が生じていることということですねこれ問題文に明確に書いてますから、えー、それを認定してもらえばいいわけですね であとは、まあ、ここまでで基本的に OK なんですよ。だから1項4項1項と4項だけで、えー、そのもう要求されているものは基本的に全部満たすんですけどもまだもうちょっと行数余ってるんだったらその後の低の訴権者のが誰に対してその訴えの提起を請求するかというその7項と9項も書いとけばいいですよね。つまりその縦2で出てきた、えー、このここですよね。請求の日から60日以内に特定責任追及の訴えを提起しないときは ごごめんごめんんその前にあれだなあの、えー、っと会社に対して訴えの定期請求をするっていうのはどこにあったっけあここですねここごめんなさいここですね当該株式会社に対しつまりオツ会社じゃなくて直接弊害者に対して特定責任追及の訴えの定期を請求することができるここですよねここがその2の2の1っていうことですよね2の1。 でこれが原則なんですけれども、えー、2, 2で請求の日から 2, 2, 2, 2で請求の日から60日以内に訴え提起されない場合は、えー、っと株主が親会社の株主が提起できますよってでもう一つはその期間待っていたのでは、えー、っと回復することができない損害が生ずる場合には直ちに提起できますよっていうことですよね。 条文そのマンションだってこれをだからその場でですね本試験会場で847条の3までたどり着いてもらえれば、まあ、基本的にこの1項と4項だけですねそこから引き抜いてもらえればそれでも、えー、合格等は十分書くことができるということですねはいいかがでしたでしょうかえー、っと まあ今回はですねえと割とまあ,あの普通のと言いましょうかねそんなに変わった問題ではなかったのでえ終わった後できたっていうふうに思っている方もいらっしゃるでしょうしみんなができてるって言われてる割には自分はできてないっていうんでこう落ち込んでる方もいらっしゃるでしょうけどもまあそうは言ってもですねあの企業法の場合は蓋を開けてみるまでそのかけたって言っててもかけてないこともありますしね当たったって言ってもそうそうかけるとも限りませんのでね。 そこのところはまああの最終的には結果見ないとわからないということなのでまあ心静かに発表をお待ちいただきたいというふうに思います。それではこれで終わります。どうもお疲れ様でした。